三遊亭吉美之助は、五代目演学一門会所属の、落語家。東京都墨田区出身。武蔵大学卒業。本名は、植木啓太。公益財団法人日本ゲートボール連合理事。三遊亭吉美学の三番弟子。高男子の神田白山、一流斎正し鏡は、大学の後輩。ナポレオンズのボナ植木の字、意 好楽の子息、三遊亭好楽からは、共に親に弟子入りせず、別のところに弟子入りしている親不幸者と言い合っている。大学入学前に父親に、マジシャンになりたいと言ったが、道具は貸さない。とりあえず大学に行けと言われて断念。大学卒業後、数ヶ月の社会人生活を経て、好楽に入門。父親からは、辞めたら殺すと言われた。好楽曰く、 吉見之のすけが、新内昇進した赤月には、仕事が、本当になくなるとして、七代目円楽を譲ってほしいと、楽太郎に頼み込むなどネタにされている。父の相方である、パルト小石曰く、吉見之のが交絡に、弟子入りしたこともあり、ナポレオンズが交絡一門会などで呼んでもらう機会が、増え、仕事としては増えたものの、息子を人質に取られたようなものと、形容されている。 なお父曰く、家にいる時に電話がかかってこようものなら、親に荷物を持ってこさせるらしい。2018年5月、新内へ昇進。昇進に伴い、師匠、幸楽の全名である、林家久蔵を三代目として襲名する予定で、大師匠、林家彦六の遺族や、師匠の兄弟子の林家菊王の了解も得ていたが、3月に入り九代目。 林や正蔵とその母である、海老らかよが、林家一門の名前を、三遊亭はじめ門の話し家が襲名することは、いかがなものかと異意義を唱えたため、降落の判断もあり、久蔵の襲名を取りやめ、新内昇進後も現在の講座名である、吉見之のを名乗ることとなった。若手三落語家、講談師座談会、白木ジネット、武蔵大学同窓会、 2019年9月26日閲覧。岸川明宏、春の新新内特集東京河原版5月号、2018年4月28日、14から15ページ。三遊亭から臨家へ、異例の改名降落の弟子、吉見之助が、新内昇進で、林家久蔵を名乗る理由は、スポーツ放置2018年2月5日、前代未聞の襲名取りやめ降落の弟子、 吉見之のす蔵くぞ襲名に、林や正蔵が直前で、待ったからスポーツ放置2018年3月3日、三遊亭吉見学のでし、吉見之の林け、久やしや襲名断念正蔵が意義となえ、マイナススポーツ日本2018年3月4日。ありがとうございます。